ボス、教師長親しみは幸運なのだ。最強の武器を教えてあげる。おめえらよ、なんでそんなに銃を乱射してんだ。 AR しかり SMG しかりを握りしめてよ。そんなによ、2発目が大事か。3発4発と撃てば満足かい。ふっ、銃ってのはな、撃った数じゃねえよ。魂を込めて撃った数を銃と呼ぶのだ。 RSH12 カスタムはなし。サイトもライトもレーザーもいらねえんだよ。銃ってのはありのままが思考。さあ行こうか。同志諸君、撃鉄を起こせ。最近は軽くなってきたストリートオブタルコフにどっぷりなのだ。いいね、このマップ何でも揃ってるのだ。アイテムも脱出地点も豊富。マップは四角形を十字に断罪した感じで分かりやすい神マップだね。さすがに聞いたに聞、すこすこのすこなのだ。まああとは足音関係を直してくれたらいうことないかな。それとは絶対心が分かんなってかない。とっても面倒くさいやつも。うまい。甘さと酸っぱさが奏でるハーモニー、極上のジュースなのだ。タケノコの里のチョコみたくどっぷりって言ったけど、スカブの話なんだよね。実は PMC で出撃してるのは初めてだったりしなかったり。あいつはピースカだね。ズンダモンも王道のメインドーリアサリ好きだよ。仲間だね。そっ、癒されるリロードオンだね。絡めるこれ。これあれっすね。ちょっとバレル曲がってるっすね。なんだお前。畜生。誰も倒せないのだ。もうやめてほしいのだ。こうなったら一点突破しかない。行くぞ、こぞ。はっ、ロシアンルーレットが外れちまったのか。なんてこった。神は留守してる。休暇を取って東北旅行に来てるのだ。じゃじゃめん、鮮明汁、ピータンポ、ピタニンジン、玉こんにゃく。ラブレジリストか。ペンタグラムの攻撃をすべて読み切るとはな。だがお前がかわしたのは所詮6等星どもよ。ペンタグラムの端に光り輝く1等星の力を見せてやろう。行くぞ。これがペンタグラムを配下に置く最強無敵究極潮流星のずんだ餅。強すぎるぜ。圧倒的ではない。川がずんだ餅はダブルタップはダメね。もう二度と使わないとこの熱い魂に刻み込んだのだ。みんなもダブルタップは絶対に使わないようにね。こんなのを使うような立ち回りをするヨージャー花の先から向いてねえよ。青っぱながサンタさんするなんて馬鹿げた話だろう。それともなんだ、多様性ダウンだと言って認めるかい。まあそれもいい。むむ、公園で遊んでる大きい大人がいるのだ。
なるほどね。童心を忘れないニキータ日記ならではの思いだよこれ。公園で遊ぶような子供に今だけでも戻っていいんだよっていう母性を感じちゃったのだ。しっかし大変だね PMC。 スカブにプレイヤーにと。いつもピースカで PMC を意地悪しちゃう立場だったんだけど、ちょこっとだけ改心しちゃうかも。されはじゃ足りないくらいボコボコにされるってあんまりない経験だね。ごめんなさい、ちょっとした好奇心だったんすよ。まあ落ち着けよ青年。当たれば地域、当たれば地域、当たれば地域。落下せ、べ、勘弁してくれないかな。とんでもねえぞこいつ。退路はなし。三段は4発、うち1発はロシアンルーレット。当たりも大当たり、弾が出ないってきたぜ。サウンド飯だ。どちらがキラキラ星になるかな。ビューティーフォー、なんてなんてなんて地獄の豪華のように暖かく楽しいマップだ。ハマっちまったぜおい。どうした、ズンダモンの顔に何かついてるか。まついてるのは顔じゃなく銃だよな。このサイトとライトが気になるのか。ありのままが思考だって言ってたくせに。え、まあそうだよな。確かに枝豆は塩を振っただけのが一番うめえ。でもな、違うのだ。今は枝豆の話をしてるんじゃねえんだわ。気づいたんだよね、ズンダモンはヒゲがダンディーな大泥棒の一味でも XYZ なハンターでもない。ズンダモンはズンダモンはズンダモンだ。そんな簡単なことを忘れていたのだ。誰かに憧れ模倣する、結構結構だがな、自分を持たないものに明日はないぞってことでサイトをつけるのだ。この部屋にタスクで使うオンリーワンな鍵が湧くんだよね。これを持ってギターのピックを探しに行かなきゃいけないの。ちょうどグレが爆発したところにかな。よし、次回のレイドにするわ。だからよ、今回はお前らの涙が欲しいのだ。誰かずったね。ビューティーフォー、ま、一人の涙を得られたからオケかな。幾度の戦場を越えて学んだのだ。ラッシュは差し合いは強いけど、泥臭い打ち合いはちょこっとだけ弱いってさ。君らはズンダモンを倒すことはできないよ、決してね。だって逃げるからね。この建物もなかなかに激戦区なのだ。またスク以外じゃズンダモンはあんまり来ないけどね。ここさ、寮の網みたくで入り口が一つしかないんだ。奥にいたら退路のない戦いを強いられるのよ。だから好きじゃないのだ。なんかいんな。でも攻めるのはありよりのありさ。
踊ろうぜ。え、飛べないじゃん。動いてくれてるからロックはしてないかな。じゃ、奥の方で震えてんなこりゃ。かなり頼りないけど、有利壁で待とうかな。打ち合うなら生き返ればいいし、なんなら逃げたらいいし。こうなっちゃうからこの建物弱いんだよね。2階か3階の鍵持ってて飛び降りることできるならまだマシだろうけどさ。かわいそうなのだ。ちょっと奥でルートしてただけなのに出入り口を一撃武器でロックされるなんて哀れすぎるのだ。ゴアーマーか。ムチムチじゃん。同じとこで覗くのは弱いかな。扉なんて頼りにもならないからね。動いた。ビューティーフォーなのだ。なるほどね。入り口ロックされたらピースカが来るまで我慢したらいいのか。参考になったのだ。で、重要参考人さんはどこに行ったのかな。咳込み。ビューティーフォーだぜ。やはりサイトは偉大だぜ。クリアリングを怠る者にたる古府の女神は微笑まないのだ。よし、このゴアーマーいいよね。積んだもんもたくさん買い溜めてるのだ。 MP7 ちゃんも強い強いのだ。まあサプが売り切れ必至だから使いたくても使えないんだけどね。サプがないと MP7 は耳に悪いんだよな。金切り声を上げてくるからさ、耳が痛い痛いのだ。車線を変えて。出入り口封鎖された時の解決策はピースカに助けてもらうって言ってたけど。相手がピースカだったらどなになるのだ。前はアッサロット。しかしいくらなんでも強すぎるのだ。強すぎる？あ、もしかして RSH12。 そしてこの光景はどう？いや、恐竜を持ち倒すと伝えられている。これは実に簡単なアナグラムなのだ。破滅。朝飯前。こいつはスターだ。なるほどね。 H を元に求めてねってことか。ニキータ2機はこの RSH に世界を滅ぼすことのできる強さを込めたんだよ。でもちょっと強すぎた。だから PS12B が購入できなくなっちゃったんだ。そうじゃなきゃこんな完璧なアナグラムの説明がつかないのだ。誰に伝わらなくてもこのウルトラアルチメットギャラクシーグレートクライベート愛、謎んだもんには伝わってるよ。大丈夫。これからも明日も明後日もし明後日もどんな小さな謎だって見逃しはしないのだ。積んだもんはニキータ2機の理解者だもん。ニキータ2機は RSH を通じてペンタグラムを表したのだ。ひ
水、木、金、土。世界を構成する5つの元素はあらゆる魔を弾き返す。え？冷静なたるコフ氏に住むズンダモンたちたるコファーが怪我や病気にならないように超自然現象を刺激して守ってくれているってこと？紀元前メソポタミアより引き継がれし世界の断りを完全に返した究極神と呼ぶにふさわしい男。そんな機密されたすっごい技をズンダモンたちたるコファーの健康のためなんかに惜しげもなく使ってくれる世界最高峰に男前の男が作るゲームがあるってま。エスケープフロムタルコフで原作検索ってことで RSH でした。4アーマーの子供たちにはまず負けないね。そい、あいも5アーマーの方もちょっと微妙かな。てか微妙でした。単発銃好きな子は使ってみてもいいんじゃないかな。むむ、締めの挨拶を邪魔するなんて不貞野郎だぜ。悲しみを背負った 100m タスク勢かな。でも連射武器っぽかったんだよね。出口かぶっちゃった感じ。もう1分覗いて帰るかな。つんよ、ハンドガンタスクで詰まってる子は PS12B 詰めてやってみてもいいんじゃないかな。ってことでジージー対アリなのだ。本当かわいそう。